はい、こんにちは。今日はね、新しい武器が追加されたんで、使っていこうと思います。ACR、ブッシュマスターアダプティブコンバットライフルかな。略して ACR、こいつを使っていく。なんか、数値的にはね、まあ、見てわかる通り、まあ、7って書いてんな。弾速早め、精度良しの威力が低いみたいな、そんな銃ですね。サブマシンガン寄りだけど精度はいいよ、みたいな。そんな感じの武器ですね。弾が速い。当たらない。そんな感じの武器なんでね、サクッとヘッド抜いて、これを使ってプレイしていく。ACR ね、他のゲームにも結構出てるよね。なんか、カウンターストライク出てるのかちょっと忘れちゃったんだけど。あれには出てた、ゴーストリコン。ゴーストリコンの PVP モードにはね、出てたね。さあ、この銃の知識は全然ないけど、とりあえず使って VBS で無双していきたいが、なんかいきなり、こっち有利みたいな、こっち有利つくガン押ししてるけど。はい、頭抜いて。まあ、弾速早いからヘッドショット判定が出るまでの時間が短い。さあ、リロード入れて、右から出てきた敵を構えてる。さあ、左見る。誰もいない。奥、いない。あれ、さっき1名いたけど、味方が来てるってことはもういない。おっと、危ね。まあなかなか悪くはないんじゃないですかね。まあ、サブマシンガンもともと使ってたんでね、私は。MP7 とかクリスとかね、MPX とか全部使えてたんで。まあまあ、そういう類の武器は得意なんですけど。おっと？すごい。今の頭の抜かれ方いいね。二人いっぺんにね、AK で抜かれましたが。さあ、この銃どうかな？なんか結構素直で使いやすい気はするけど。多分、威力不足に悩まされる感じ。おっと、なんか型あるんだよね、これ。スチーム版のブラックスクワットになってから、なんか一瞬固まってやられるみたいなことが多いですね。これちょっとやめてほしいな。さあ、敵。さあ、敵出てこい。おっと、サブマシンガン。サブマシンガンじゃないか。マシンガンか。マシンガン持ちが援護しててくれてる間に射線を上げていく。おっと、しゃがんでた。これちょっと同打ちすると絶対に負けちゃうな。本当に頭抜く感じで。今何？俺じゃないの？さあ、リロード挟む。こっちだな。おっと、おっとっと。おっと下手だな。ちょっとね。間空いちゃってるからね。下手になってるんだよね。ブラックスクワット。なるほど。44対62で、なかなかいい勝負をしている。お、頭抜かれた。うまいやつがいるか。ちょっとね、この距離でエイムしないのはバカですね。ちゃんと、ドットサイト覗けよっていうね。フォロサイトかこれ。さあ ACR。頭抜いていきたいが、なかなか抜けない。多分ね、遠距離でね、覗かない癖がついちゃってるからダメですね。ちゃんとね、イオテックの、フォロサイトつけてんだから、見ないとね。さあ、だいぶ前まで詰めたぞ。今赤点が、後ろにあるんで、右から入ってくると思うけど、味方がやってくれる。さあ、このマップは、まあ私側、こっち側の方が若干有利な気がしてるんだけど、まあその通りになってしまった。なんかね、すぐこうやって上取れるのがね、こっちのマップ強いんだよね。さあ、左側入って、あ、やられてる。お、当たらねえ、当たらねえ。当たんないな。驚くほど当たらない。で、なぜか首元を狙っている。もうちょっと上だ。もうちょっと上を狙うんだ、俺。あ、死んだ。M4 か。まあ、ちょっと挙動に慣れてないっていうのもあってね。なんか、ひどい感じにはなってんだけど。
まあ、決して弱くはないとは思うけどね。ちょっと見劣りする部分はあるかな。さあ、飛んで、後ろから。ああ、いないな。と思ったらいないな。どこだ？どこにいる？うわあ。マジか。あれで倒せないか。ちょっとやっぱ威力低いね。あれ首に当たってたよね。頭じゃなくても、まあ、首に当たってあれで死なないのか。お、いたいたいた。よし。おお、なんだ、また固まったぞ。これ嫌なんだよな、本当にもう。さあ、サルトに持ち替えてリロードするけど、ライフない。さあ、気を取り直して。敵が展開してるであろう、この広場を制圧していく。ああ、また固まった。ラグいのかな、これ。はい、頭抜いて。いや、頭抜くのもちょっと大変だね。なかなか減ってくれないよ。おっと。さあ、また地上を制圧しに行く。いた！一人頭抜いて、もう一人抜く。まあ、なんかね、挙動的にはね、あ、なんだっけな、何ゲーム版の、なんだ、あれ。あの M4 の改良版の HK416。ぽいようなね、弾の散らばり方だ。もうこのゲームそんなに種類ないんだよね。なんか、武器の弾の散らばり方ってそんなに種類ない気がするな。2、3パターン覚えちゃえばね、どれかに一致するんで。なんかアサルトライフルだと本当にパターンないかな。なんかフルオートで撃った時のパターンが、フルオートで撃った時に、電気来るっていうの、この十字の。あれの真ん中に飛ぶやつと、上の方に飛ぶやつと、上のなんか線、この上線のあたりに飛ぶやつとって2種類ぐらいしかない気がするね。まあ、覗いたら大体狙い通りに飛んでいくよね。覗かないでも狙い通りに飛んでいく銃とかもあるんだよな。まあ、そんぐらいのパターンしかないな、あと AK のパターン。まあ、挙動とかは割と1個覚えちゃえば他でも通用するんでね。なんか銃の扱いって、一個一個覚える必要ないかな。さあ、もう一人出てこい。はい。ああ、終わったし。さあ、そんな感じで ACR 一回使ってみたけどね。まだわかんないかな。もうちょい使ってみるけど。まあ、なんとなくわかるのは MDR でいいかな。みたいなね。さあ、続きやっていきます。